お、どうかな？やってるかな？今ですね、山梨県の柳川というところに来ています。はい。今日はですね、あまりにもここが気持ちいいので、はい、ここからちょっと配信してみたいと思います。あ、すでにどなたかが見てくださってありがとうございます。今日はですね、次のシーズンのお知らせですね。はい。次はですね、なんと噂のお金のアーティストウェイ、一緒にプロスペラスハートというのをですね、5月8日から始めようと思ってまして、それのですね、告知をせねばせねばと思っていたんですが、ライブ動画を撮る暇がなくてですね、はい、で今ちょっと仕事でここに来てるんですけども、すごいこの気持ちいい、この豊かな、あ、いい感じですね、このアングルが、はい、あ、みんなすごいいっぱい見てくれてありがとうございます。あ、みつこさん、ありがとうございます。はい、次のシーズンのお知らせをしております。はい、あのね、その次のシーズンは、プロスペラスハートって、あのジュリア・キャメロンさんのね、アーティストウェイシリーズのうちの一冊なんですけれども、意味がですね、豊かな心、豊かなハートっていう意味だそうなんですね。でプロスペラスって特になんか繁栄するみたいな、栄えるみたいなね、ニュアンスらしくって、なんかだから、なんだろうな、まあお金とかも扱うんですけども、なんかいわゆるそういう、なんだ、物質的な豊かさだけじゃなくって、なんか本当にこう豊かな心で、こう豊かさを感じて受け取れるようになるための、ワークらしいんですよね、どうやら。はい、それをですね、皆様と今度は5月8日から、3ヶ月間12週間やっていきたいなと思っておりまして、お誘いのライブ動画になっております。はい、あ、もしよかったらね、コメントとかしてくだされば、読み上げたいと思います。でね、この山梨県の柳川というところから撮っているのはですね、このすごいこの美しい緑とこの自然がですね、なんかもうなんかこれが豊かさだなと思って、なんか、はい、あ、N2 さん、先日はありがとうございました。今日ライブ、ラジオ、アップしときました。ありがとうございます。ありがとうございます。超いいね。はい、はい、次はプロスペラスハートのお誘い、豊かさって何だと思いますか？豊かさ、私これこの大自然がね、もう豊かさ以外の何物でもないよなと思ってね、ここからお届けするのがぴったりかなと思って撮ってるんですけれども、うん、でもなんか、なんだろう、豊かさってまだまだね、お金とかね、物質的な豊かさが、まあ、イコール豊かさだと思う方も多いと思うんですよ。で、かくいう私もですね、アーティストウェイとかジュリアさんのワークを始める前はなんかやっぱり豊かさ、お金とかがね、やっぱり大事だと思ってましたけども、なんかね、そのジュリアさんのワークをずっと続けてくる中で、まあ、お金ももちろん大事なんですけれども、お金ってすごくね、その豊かさの中の一部だなって思って、お金以外の豊かさってすごいいっぱいあるなと思って、なんかね、それにすごくこう目が開かれていったというか、本当に心が開かれていって、それで受け取れるようになってきたって思うんですよね。で、本当にその昔なんか、あんまり心が豊かじゃなかった、それこそね、心があんまりその閉じていたような頃の自分だったら、こんなね、景色とか見ても、うん、なんか山だねみたいな、なんか木が生えてますねみたいな、これが何かぐらいな感じだったと思うんですけども、今はね、もうこれすごい、もうなんかすごい巨万の富みたいなね、感覚を受け取ることができますけども、だから本当になんか心のやっぱりありようによって、その受け取れる豊かさってすごい変わってくるよなと思って、で、だからやっぱり心が先だよなと思ってね、ジュリアさんのプロスペラスハートっていうね、タイトルはその通りだなと思うんですけども、うん、だってやっぱ億万長者になったとしたって、その豊かさをね、感じられなかったら不幸せなままだと思うので、うん、やっぱりね、先に心があって、それから後からね、物質的な豊かさがついてくるっていうのもね、本当のことだと思いますので、はい、ぜひぜひですね、皆様と、そういう心の豊かさをこれから探求していけたらと思っております。お、あかりさんもいつもありがとうございます。ありがとうございます。はい、プロスペラスハートのお知らせをしております。
はい、そんなわけでですね、豊かな心、プロスペラスハートですね、一緒にプロスペラスハートファーストシーズンが、5月8日から皆さんで始めたいと思いますの で今回はなんとですね、まだ日本語に翻訳されてないので、あの原書でやるんですが、あの私も英語不得意で、あの原書で全然読めないので、あのサッシーがですね監修してくれることになんとなりましたので、はい、あのその現象の内容もですね、皆様にあのシェアできればと思っておりますので、もう それ自体がすごい豊かだと思うので、あのぜひぜひですね、あの一緒に、はい、あの取り組んで一緒に豊かになれたらね、すごくいいなと思って、なんかこうなんだ、競い合って奪い合う豊かさじゃなくて、なんかみんなで一緒にね、あの豊かになっていけるのがやっぱり本当のね、あのこれからの時代の豊かさだと思うので、あ、サトルさんもありがとうございます。はい、あのなのでぜひ皆様一緒に、あのお金ももちろんね大事ですので、はい、お金物質的な豊かさもね、あのあると思いますし、はい、ぜひ皆さんでね、あのいろいろ心も物質も両面で豊かになっていければと思っておりますので、ぜひぜひご一緒できたら嬉しいです。5月8日スタートの一緒にプロスペラスハート、ぜひぜひご一緒できたら嬉しいです。ではでは、ご視聴ありがとうございました。では、午後の、お仕事に戻りたいと思います。ありがとう。ではまた。